はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書5編の力試しの解説やっていきます。なのでね、まあ、そのページ開きながらぜひ聞いてみてください。でですね、今回は作図がメインです。まあ、3番計算があるんですけど、作図がメインで、自分ホワイトボード用の、コンパスとかは持ってないんですね。なので、書き方を一応、まあね、こう伝える感じでやっていきますので、まあ、そんな感じで聞いてみてください。で、基本的にコンパスの後を赤で、定規を使うところを青で書いていきます。そこもね、ご理解いただければと思います。じゃあ行きましょう。で、まず1番がまあこういう図が書いてあって、まず AOP。の、あれか、AOB の二等分線、OP と AOC、まあ、右側ね、こっちの二等分線のここ、OQ を書けと。だから、言ってるのは、二等分線2個書いてねって言ってるだけなんです。だから、書くの二等分線、みんな今書いてねって言われた時に、あ、OK、書き方思いつくって子は大丈夫です。基本的にあんま気にしなくていいんですけど、もし、書くの二等分線どういう風に書くのって思う方は、そのページがありますので、そっちをね、チェックしてみてください。で、まず、こっちとこっち分けて書いてもいいんですけど、最初にどうせ2箇所チェックが必要なので、その答え通りやっていくと、ここに針を刺します。で、そう適当に開いてね、シュって後をつけるんですけど、こっちもシュって後をどうせつけたいんで、今一気に書いちゃってます。こういう風に。例えば、こっち使うときには、この2箇所を後で使います。で、AOC だったら、こことここを使ってる感じ。で、まあ、コンパス、まあ、同じ大きさでもいいですけど、そのまんま、ここと、ここに針を刺して、それぞれ、こっから、シュ。こっから、シュって風に線を引きます。まあ、これも角の二等分線の普通の書き方ね。で、あとは、こっからこの、交点に向かって、線を引けば、角の二等分線。で、こっちが P って言ってるから、OP って書いてください。これが OP、1個目ね。で、そっち側も同じで、こことここに針を刺して、それぞれシュッと、こっから刺してシュッって書いてもらって、こっから、この交点をつなぐように定規を引いて、こっちが Q、OQ だね。これで終了です。だから角度に動物線書いてるだけなんだけどね。で、2番です。2番。で、こっちは角 POQ。つまり、ここですね。ここの角度を求めたいと。で、こう今幅すごく狭くしちゃってるんですけど、その答えの方に書いてることがよくわからないっていう方は聞いてみてください。同じ式は書きません。そこに解説の方に書いてあることがこういうことなんだよっていうのを伝えます。ここに関してはね。で、もし途中式を書かされない場合、学校のテストとかで。それだったらもう覚えちゃってもいいじゃないですか。まあ、見た目的にもわかりますけど、先に言うとこれ90度になります、答え。直角なんです、ここ。POQ。直角になると。で、なんでなるのかっていうと、まず、今ね、その答えに合わせると、ここの部分、三角。ここも三角。で、こっちのここを丸で、ここを丸にしておきます。これを三角と丸を使ってやっていくので、それでそうだと思って聞いてください。で、角の二等分線を書いたんで、今やったように当然ここの角度は同じ。ここも同じです。角の二等分線だからね。で、角、今、ここのね、部分求めたいんですけど、三角一個分と丸一個分を足したものね。今。三角足す丸が求めたい角 POQ です。これは見てわかるよね。三角一個と丸一個を足せばここの角度になってるからさ、POQ に。で、三角っていうのは、もともと角 AOB、これの半分です。だから、三角っていうのは、半分っていうのは二分の一ね。だから角 AOB。これの半分になってるとは見てわかるね。で、丸に関しても、角 AOC の半分なんで、丸も、AOC の半分になってると今。こうなってるんだよね。で、今、丸と三角を足せなきゃいけないじゃん。で、足してみると、ここをね。で、足すと、三角足す丸は、二分の一、角 AOB と二分の一、角 AOC を足したものになります。で、両方二分の一がくっついてるんで、これ、二分の一を前に出すことができます。で、角 AOB プラス、
各 AOC こうなる。でこれどういうこと、それね、前に出すっていうのはちょっと違和感がある子が出てくるかもしれないんですけど、これカッコの前に2分の1って数字がくっついてるんで、配るじゃんみんな、こうやって計算の時に配ったら2分の1各 AOB と2分の1各 AOC に戻るから、そう、こういう風に同じ数字がくっついてる時には前に出すことができるのね。で今もう話を戻すと、三角足す丸ってのはこうなりましたって。でここで大事なのが各 AOB、 ここ全部、ここね、左側全部、各 AOC 全部足したら、ここ全部、ここの部分だよね。でここいくつって言ったら、これ180度なんだよ。直線の上のここの角度は180度だからね。あの分度器置いた状態みたいな感じだから、180度を半分にする、つまり約分すると90度でしたねと。一応計算で書くならこうなります。まあ、ちゃんとした書き方は答えの方だけどね、解説の方の書き方が正しいんですけど、まあもともと180度あったものをどっかで分けました、分けてそれぞれ半分してきて持ってきたら90度になりますよねみたいな感じの話なんですが、まあ一応途中式を書かされそうであれば、学校のテストとかでね、だったらあの解説の方を参考にしてみてください。では次2番いきましょう。この作図もね、あの知ってれば簡単なんですけど、ちょっとねややこしい問題で、もともと AOB 直角です、90度になってます。でこれを3等分したいんです。3等分、ってことは30度ずつですよね。30、30、30に分けたいんです。であの解説の方にはその答えの予想図、完成予想図かを書きましたけど、まあそういう状態に持っていきたいと。で30度を作るっていうのは、これね、正三角形使うと簡単に作れるんです。もともとが90度なんで、正三角形で全部60度なのね。一応書いておこうか。これフリーハンドなんでごめんよ。正三角形は全部60度です。ってことは、もともとこういう風に直角を作っておいて、正三角形作ったら、90から60引けば、ここ30になりますよね。こんな感じで。ちっちゃくてごめんね。それを狙っていきます。ただ、正三角形書きに行こうと。で、どうやって書くかっていうと、まずここにコンパス刺します。で、適当に開いて、ちょっと大きめに開いてもらって、でも大きめって言っても、こう、はみ出ちゃダメだよ。ちゃんとぶつかるような大きさで開いてもらって、刺して、シュって書いたらシュ。だから、シュって書くんで、まあ、この辺と、この辺に跡が残る感じ。あの、答えの方にはね、全部ピーってなってますけど、ピーって書いてもいいし、ここ、まあ、A と B の2箇所ね、印がつけたいだけなので、まあ、どっちでもいいです。で、今、こことここに交点ができました。で、この大きさを変えずに、ここね、変えちゃダメだよ。変えずに、今度、あ、ごめん、ダメだ、書かなきゃダメだ。して、やっぱ書いてください。ごめんね。書いてもらって、変えずに、ここに刺します。今度。今こっちに刺してたんだけどね。刺して、今度、シュって書いてください。シュって。で、そうすると、これ俺だね。ちょっとごめん、フリーハンドで書いたんで、カーブがちょっと緩すぎたな。このぐらいかな。で、こっからシュって書くと、まあ、この辺かなに跡ができます。きっと。こうやって。で、そうすると、これ繋ぐと正三角形になるんです。ここ。正三角形。なぜかっていうと、もともとコンパス同じ幅のまま変えてないでしょ。ってことは、ここの長さと、今、こっから測ったこの長さも同じになります。必ず。で、ここも今、もともと引いてるんで同じなんです。変えてないから。全部の辺の長さが同じになってるんで、正三角形が作れると。で、引くと、あれね、上下、青か。こういう風に引くと、ここに正、ここ引かなくていいからね。引かなくていいんだけど、正三角形ができてるので、ここに30度が生まれると、1個。で、もう1個同じことをします。今度はまた幅変えずにね。変えずに、OA、このまんま、ここに針を刺します。で、こっから同じようにシュッてやると、まあ、この辺かなに跡が残ると。で、こっから、こうやって線を引いてあげる。そう、さっきと同じなんですけど、幅を変えてないんで、ここの長さも、ここの長さも、で、もともとのこの長さも全部同じ、正三角形ができてるんです。つまり、ここが90から60引いた30度になってると。
で、もともと90って分かってるから、30、30作ればもちろんここも30度なんです。こうやって。これで3等分完成しましたよと。こういった形になります。で、ちなみに前のページとかでもずっとやりましたけど、作図の時、コンパスの後、定規の後、絶対消さないでください。このシュとか、このシュとか、後が消した場合、バツ食らいます。いいかな？では次ね、3番で、ここは計算かやっていきましょう。まあ、ちょっと簡単にね、同じような図書きましたが、もともと 12×12 の正方形があって、まあ、そこにああいう形が入ってるんですけど、それの面積と周の長さを求めに行きます。じゃあまず面積からいくか。で、こういうのはよくパズルゲームっていう話を自分はするんですけど、こんなね、変な形の面積いきなり求められないんですよ。だからパズルのようにして組み立てます。で、どうするかっていうと、今この部分、ここ書くとちっちゃくなっちゃうけどね、ここですね、ここ、この部分からここを引き算するんです。ここだからこいつ引くこいつっていう感じ、イメージとしては。で、これとこれはみんな求められるから面積で、それでやっていきます。で、まずこれなんですけど、これは円の4分の1です。もともと、まあピザかケーキ、まあどっちでも例え出すんですけど、まあピザでいこうか。ピザがあったら、それをこう切った時のここでしょ。つまり円の4分の1。で、この円っていうのは、今ここ12ですけど、もともとこういう円だから、半径12なんだよね。だから面積、半径かける半径かけるパイ。これが円なんだけど、4分の1にしなきゃいけないんで、それに4分の1をかけます。これがこっち。引く。ちょっと行変わってごめんね。引く。こいつは、ピザがあった時、半分に切った時の上です。つまり、円の2分の1になります。で、今、こういう風な円でしょ、ここ。で、半径を使わなきゃだから、面積は。今、これ12は直径になっちゃってるんで、この円には。だから半径は半分の6です。つまり、半径かける半径かける π かける半分なんで、2分の1をしてください。で、あとは、それぞれ、計算ミスをしないようにやっていくと、12と4、約分して3だね。だから 12×3 になるんで、36π。こっちね。36π です。で、こっちは6と2を約分すると3になって、6×3=18 だから、-18π。こうなって、36π 引く 18π になったから、これを計算すると、18π。で、面積なんで、平方センチメートルと。こんな感じで解いてみてください。で、もう一丁、周だね。で、周は周りの長さのことなので、これを3つのパーツに分けます。今、周りってのはここ。で、これはもう12って分かってるから、いいね。計算とか必要ない。あとは、このカーブとこのカーブに分けます。ここは計算しなきゃいけない。でも、さっきやったこの形のここだよね。だから、円周の4分の1です、ここは。円周のね。で、下のカーブもここの部分です。もともとの円周の半分の2分の1で出すことができるので、で、それで出すと。で、円周使うから今度直径ね。公式間違わないようにね。直径を使うので、まずこっちからいこうか。直径、これさっきやったように半径12で計算したので、ここ12だからね、今。12。直径は24になります。で、直径かける π。かける、これは本当は円周なんですけど、4分の1しなきゃいけないんで、かける4分の1。足す。これ足すからね、全部。今度こっち行きます。こっちは直径が12です。ね。12だから、12かける π かける半分なんで2分の1です。で、足す。忘れないでね。これやりました。これやりました。12が残ってるんで、12を足してください、最後。で、あとそれぞれ計算していくと、ここが約分すると 6π か。で、こっちも 6π なんだよね。で、6π と 6π は π が両方くっついてるんで、
計算して 12π になります。ただしこれ12がついてないんでプラス12でこれで終了です。これを 24π って書いたら×くらいます。これ気をつけてね。で単位がセンチメートル。まあこんな感じでぜひ解いてみてください。まあパーツで分けてねやってもらえば大丈夫です。で最後いきましょう。ちょっと問題文長いんですが、図はこういう状態ね。で直線 L 上に新しい C の駅を作りたいと、ね、C を作りたい。で A 駅から C 駅を通って B 駅に行くようにしたいんだけど、その移動距離を最短にしたいと。もうこれがキーワードです。正直駅とかどうでもいいのどうでもいい。でも最短にしたい。その時 C 駅どこに作ったらいいですかっていうのを求めます。でもね、駅とかさっきも言ったようにどうでもいいんですけど、この直線があって2個点があるんです。で、どっかにこう、ポンポンって行きたいの。まあ、どっかわかんないけど。で、この距離が一番最短、最も短くしたい。で、この書き方は覚えてください。すごく有名なんだよ。もうキーワード最短とか、あと最も短いとか。もうこれが出てきた時ね。で、これまずやることは、A と B、2つ点がありますけど、本当はどっちでもいいんだよ。どっちでもいいんですけど、線に近い方から行きます。で、近い方から垂線下ろしてください。垂線。で、垂線の書き方は、ここに針を刺します。A に。適当に開いてください。まあ、垂線の書き方は前やってるんでね、そっちでチェックしてほしいんですけど、まず、開いて刺して、シュッってやって、2箇所跡を作ります。こういう風に。2箇所跡ね。で、ちょっと曲がっちゃったけどね。で、こことここに針を刺して、下でもいいし、まあ上でもどっちでもいいんですけど、シュッシュッって跡をつければ、垂線下ろすことができます、こっから。こうやって。で、今、意図的に伸ばしてください、下まで。ぐいっと。いいかな、伸ばすと。で、その後に、ここに針を刺します。で、こっから A までの距離をコンパスで測るというか、ちょうど取ってください、ここ。合わせる。で、それを反対側にシュッって書きます。シュッって。そうすると、ちょうど対称移動した L をね、対称にして、対称移動した点ができます、ここに。まあ、A ダッシュとかって置いときましょうか。こうやって。そうすると、ここの距離とここの距離も同じね。で、これが書けてしまえば、あとは B からこの A' に向かって線引くだけです。ピーってこんな感じで、ここの交点だったここが C でしたよっていう、この書き方絶対覚えておくといいです。これこれで終了で、なんでこれが最短になるのかを簡単に説明して最後終わります。あのですね、まあ書き方はこれで終了なんですけど、今こことここの長さ同じにしたので、ちょっと線引きますね。今、ここ、この長さとこの長さ同じになります。こことここが。で、こことここが同じってことは、こいつ足すこいつは、こいつとこいつ、まあこういうね、A を、あ、まあ C を経由して、A から C に行って、C から B に行くのが、こういう道になったのね。で、今、どこかわからないですけど、例えば、こことかに C を作った場合、これあれか。あ、いや、図混ざるけど、ごめんね。書いちゃおうか。こう来て、こう来る道があって、例えばじゃあこう来て、こう来る道もあるんですけど、絶対に直線が一番短くなります。ちょっとでも曲がってしまったら余計に歩かなきゃいけなくなる。直線が一番短いんです、絶対に。で、今、反対側のところに取って直線を書いた時点で、もう一番短いのが決定したの。だから、最初に A の対象の点を取って、直線を書いちゃおうぜって。だって、ここの長さとここの長さ同じなんでしょって。いう風にして、こうやって書きます。最短の距離っていうのはね。まあ、こういうタイプの問題が出てきたら、こういう感じでぜひやってみてください。では、今回は、中1の参考書の5編の力試しの解説やっていきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では、他のね、ところも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。